山本由伸200勝チャレンジ2年目行っていきましょうか。山本由伸が留学してくるんで、まあ、留学帰ってくるところら辺は見ていきましょうか。果たして由伸、あがとくが消えてこれで多分最強の山本由伸になるんで、完全体山本由伸、もう負けない、負け運も消えるから。今まで苦しめられてた山本由伸はいなくなるよ。打線に苦しめられた、そして秋山もいます。打線には秋山もいますと、近藤もいますと。山本が四球負け運じゃなくなりましたと。完全体山本由伸159 CB、 キレ丸、脱三振、リリース、球落ち、球速安定、調子極端、カットボール2、ドロップカーブ4。調子極端がちょっとやだね。調子極端がちょっと嫌なんですが、山岡のランチョウと調子極端もな。サチヤも使いたい。抑え誰やるか、大竹抑えか。抑えがいないな。まあとりあえずこんな感じで2年目は山本由伸が強くなったんで、あとはタイピンを上げるか。あとタイピン上げたらもっといいピッチャーになるんじゃないか。平野の打たれ強さ今誰がやってる。まあ、宮城か。まあ、宮城だな。とりあえず2年目はもうと何勝まで積み上げられるでしょうかというところでいきましょう。シーズン終了しました。オリックス優勝。まあそんなことはどうでもいいんで、山本由伸が果たして何勝したのか今年見ていきましょうか。9勝10敗、 2.98 優勝チームですが、なぜか勝ち越してないと。先発一番勝ってるのが10勝だからね。宮城は10勝4敗してんだよ。何、山本由伸は9勝10敗なんだ。山本由伸の勝ちの分が全く伸びるんだけど、イニングも勝ってる、防御率勝って、イニング勝ってる。登板は1個少ないのか。まあ、完封も多い、完投は一緒、QS も18QS して9勝しかできてない。てか 18QS、29S75%、ハイクオリティスタート6だよ。奪三振も213。ファーボールも少ない。ホームランがちょっと多いのか、宮城よりは。ヒットも打たれてない。あ、得点圏で打たれてるのかな、もしかして。防御率低いもんね。 FIP は 2.32 よ。 2.98、 運が悪い。ちょっとでも9勝しかできない。宮城の方が勝つんじゃないか。9勝10敗、打線が悪いのかな。まあ、3割3分10本、吉田正尚が微妙なんだよね。打線をもうちょっと強化しないと勝てんわ。山本由伸通算勝利数、これで通算勝利数が山本由伸が41勝、あと160勝、あと160勝。これ毎年この辺、今ね、年齢的にもね、ピークなんだよ。24歳、まだまだピークは先だけど、この辺で稼ぎたいんだよ。30代、30行くまでに、30行くまでに稼ぎたいんだけど、いかんせん稼げん。そして1年目ながら稲見がすごい活躍してる。ルーキーで28セーブ、前田もルーキーで40 0.96、 1年目ながら活躍してますね、2人の中継ぎは。だが勝ち星が伸びんと。いや、これどうしたら勝ち星伸びんだ。じゃあ次、あ、コメントね、ドラフトカットしたんだけど、コメントでドラフト見たいっていう意見もあったんで、ドラフトまでは、ドラフトは
見せようかなというふうに思います。一応このタイトルは見ようか。吉野は何取ったタイトル、ゴールデングラブはなし、首位打者今度 MVP 新人王稲峰、来い最初防御率、ああ東浜最多奪三振は獲得と。今年の山本由伸のタイトルは最多奪三振のみということになりましたね。ドラフト来ました。ドラ1候補は一応安西と元西で、普段だったら元西を言ってるんですよ。18歳でこの成績は魅力ですが、今うちが欲しいのは先発ピッチャーじゃない、山本を援護してくれる野手だということで安西行きます。おそらく8球団ぐらい競合する。あ、4球団か。多分4分の1じゃ当たんないんだよな。ここで引いてくるのが、ドラフト外れると。代わり野手行きたいんだよな。やっぱ援護してくれる野手が必要なんで、それか小野塚取ってキャッチャー A を覚えさすか。小野塚ならドラフト2位で取れそうなんだよね。いや、元西残ってるじゃん。まさかの元西が残ってるっていう。めちゃめちゃ強かったのに、だから残るんだよね、こういう中継ぎとかが。で、取っちゃうんだよな。本当は野手が欲しいんだよ。ピッチャーばっかいいのがいるから。あ、こいつも強いし。中継ぎならまだ取ってもいい。マシです。いや、フォークえぐいな。中継ぎならやっぱ勝ちを、山本の勝ちを守ってくれるね、選手が必要なんで。で、キャッチャー、小野塚取ってキャッチャー A にして、吉野部と組ませると。打者はいいのいねえなぁ。FA、外国人頼みになるのかな、結局。FA も A ランク来ないんだよ。いいスカウトがまだいねえから。まあ、こんな感じでドラフトは終わります。オフシーズン過ごしましたと。近藤がねポスティングしたいって言ったので、ポスティングしたのと、 FA で中継ぎ補強しました。松井裕樹、中継ぎに松井裕樹、そして戦力外からモイネロを補強しました。一応そんなもんかな。で、野手の方は鈴木誠也 FA で獲得して、オースティンを戦力外獲得しました。ちょっとやっぱ二遊間が弱いから、二遊間を補強したいっていうところなんで、二遊間の外国人を取ろうかな。今一応ファーストの外国人を探してたんですけども、やっぱりね、スカウトがそんなにいいスカウトじゃないからな。あんまり A ランクが来ないんだよな。ちょっとやっぱ二遊間が弱いんで、で、ショートは紅林がいるから、セカンドの外国人を探そうかな。今紅林とね、宮城くんがコリアリーグに、言ってるんで、まあ、今年はここで終わりましょうかと。今年結局山本の通算勝利数は、今のところ41勝ということで、来年20勝ぐらいしたいね。目標来年20勝でいきたいと思います。それじゃあさようなら。